十種神宝は、仙台九字本儀、天尊本儀に、天地随宝十種として登場する十種類の宝物。記述によると、逃げ早日命が守りする際に、天神ご祖から授けられたとする。分類すれば、鏡二種、剣一種、玉四種、ヒレ三種となる。これを三種の神器に対応させて、鏡は、八鷹鏡、剣と、ヒレは、草薙剣、玉は、 やさかにまがたまであるとする説もある。十種神法の内容は以下の通りである。十種神法は、危機には出てこないが、天神神の子であることを示す。天津印は、危機ともに、神武天皇の段に登場し、古語周囲などにも記載がある。漢字は、古事記は、天神隋。日本書記は、天表。古語周囲は、天字と、それぞれ当てている。各記述の相違は以下である。 古のこととは、皮膚み払い言葉、皮膚み信玄ともいい、死者蘇生の言霊と言われる。石上神宮の祭神である、古見玉神は十種神宝のことであるとする説もある。石上神宮に伝わる、鎮魂法では、皮膚みの払い言葉や十種神宝の名前を唱える。いずれにしても、十種神宝は現存していない。本物か不明であるが、大阪市平野区切れ六丁目にある、 式内建て賢人じゃないの神宝十種の宮に偶然町の小道具屋で発見されたという十種神宝が祀られている。石上神宮側から返還要請があったにもかかわらず返していないという。江戸時代山崎安西は水化神道においては神秘的な意義のあるものとして様々な古伝的著述を残した。加護神社には生きつか神、 ヘ津鏡という二面の鏡が伝承している。十種神宝の大キツ鏡、ヘ津鏡との関係は不明で、加護神社も特に見解は出していない。秋田県大戦士の唐松神社には、腰古伝の一つである、物延ノ文書とともに、奥津鏡、ヘ津鏡、トツカ玉、県、玉、タルタとされるものが所蔵されているという。京都市伏見区には、伏見神宝神社がある。 君一等随法省の正明、ありがとうございます。